お疲れ様です。今日は13日です。これからですね、石井さんのところに行って再びナイロン弦のね、このエレガットをですね、調整してもらって、で今日はね、ニセコに行く準備をもろもろして、で必要なね、物資をね、調達していきたいと思います。寒いっすね。もう明後日からニセコ入りなんで、今日準備しないといろいろ間に合いません。ではとりあえずね、石井さんのところに行ってギターやってもらってきます。行ってきます。できるかどうかっていう感じかな。なるほど。今少しだけネックを順方向に少しだけ振ったのね。うん。最初よりは若干緩和されてるんだけど、まあその分弦高は少し上がってると。これ以上反らしていくのはその弾き心地的には得策じゃない。ただまあ、これ以上反らせればもうちょっとビリリは緩和すると、うん、抜本的にはフレットが良いんだから。できました。すり合わせやってもらいました。池袋戻ってきました。ナイロン弦をね、替えのやつを買っていきたいんだけど、これだったよね。一応これ買いましょう。あとアコギ弦、これでいこう。はい、弦は OK です。次はユニクロ行きます。はい、戻ってきまして、いろいろ作業をねしてたんですけども、今日買ったものちょっとお見せしたいと思います。ユニクロではね、このネックウォーマー、これ買いました。そして、新しくですね、ヒートテックがですね、靴下出てたので、ふかふかの靴下が欲しかったんですけども、まあ二重で元々持ってるヒートテックとさらにこれを重ねて履くっていうことで、これ3つ買いました。もう早速ちょっとこれ履きたいぐらいだな。ちょっと寒いもんだって。履いてみよう。なんかヒートテックの新しいやつが出てて、なんか極暖みたいな、なんか従来の2倍だか 1.5 倍だか、なんかそんなやつ出てて、ちょっと欲しかったんだけど、去年の装備で上とかはね、結構大丈夫だったのよ。ただ足はめちゃくちゃ寒かったから、靴下だけちょっとね、さらに追加で買ってみました。ちょっと履いてみます。あ、結構タイトだなこれ。20でいけるかな。まあいいや。そして、さらに買ったものがですね、弦ですね。これは石橋楽器で買ってきました。アコギ弦、フォスファーブロンズの1152。これは、こっちで使うやつです。本当は12を貼りたいんだけども、今の楽器のコンディション的に、あとはライブで主に使ってるという、まあ、サムとやってるやつはね、ソロとかかなりやんなきゃいけないから、それを踏まえて今、11、を貼ってます。で2セットなんかこうセットになってるやつ買いました。そして、今日調整してもらったナイロンギター用にこの同じやつ、前貼ったやつと同じやつですね、サーバーレーズのハイテンションっていうやつを、
一応バックアップとして買ってきまして、さらに、買ったものがですね、三脚です。はい、今はね、キャノンのカメラの三脚がですね、例によってまたなんか調子悪いです。調子悪いっていうか、あのやっぱね、消耗品なんだよね。でここをケチるともうカメラが壊れます。なのでもうケチらずに買いました。このなんつうゴリラポットのこのこうなってる部分のここがパカってね、ちょっと割れちゃうわけよ。そうするともうすっごいルースになっちゃって、そんでなんか例えばさ、すごい不安定なところに磁石ついてるからね、こうガチャンってやってこう撮影してるんだけど、いつの間にかポロンって落っこって、結局ねこのスクリーンも割れてるし、まあ前はねレンズのところがパコってなっちゃって修理出しましたけども、もうそういうのはやりたくないから、あの三脚はケチっちゃダメということで、今回ニセコにね長期間行くんで新しいやつ買いました。もうすでにもうパカってなってます。はい。でこちらがですね、石井さんに今回あのやってもらってさらに良くなったナイロン弦です。ナイロン弦っていうかあのエレガットですね。このチューナーいまいちなんだよ。はい、結局ですね、先週実は調整してもらってて、でその時にハードテンションの弦に変えた方がいいと思うよって石井さんからアドバイスをもらって、とりあえずあったのがこの手元にあったのがね、この弦のハイテンションって書いてあるやつだったので、これを貼ってみました。で実際にすごく良くなってたの。その調整もしてもらって、ハイテンションのやつ、ハードテンションっぽいやつに変えて、メルさんのねライブもそれでやったんだけど、すごく弾き心地は良くて、あもうなんか弦高もいい感じだし、あいいねってなったんだけども、ちょっとねビビってる箇所が何箇所かありまして、それでまあ良かったんだけど、一応今日石井さんのところにね持って行ったんですよ。でそしたらやっぱりそのビビりがどうしても気になるよねっていう話になって、じゃあ原稿を上げてとりあえず一時的にそれしのいでみようかっていうことで原稿を上げてもらって弾いてみたの。そしたらね、やっぱりそのほんのちょっと原稿が上がっただけなんだけども、なんかやっぱりねこう違和感というか弾きづらいなっていう印象がその時あって、相談したらもうそれはもうすり合わせやるしかないよっていうことで、全フレットすり合わせをねやってもらったんです今日。石井さんもそこまでやるつもりはなかったって言ってたんだけども、気になるよねっていう風になった以上は、もうそれをやるしかないっていう判断をね、してくれて、結局予定になかったすり合わせをね、全部やってくれました。もうそしたらね、すごい！もう、どこもビビってないし、弦高もね、こんなナイロンギターないよ。もうこんな弦高低いナイロンギターない。すごい。やっぱね、あの人すごい。とんでもないです。彼はですね、基本的には一元さんというか、ネット上にこう、はい、ここに電話したら予約できますよとか、そういう風にやってないので、人の紹介からしか多分、調整とかね、受け付ける感じにはなってないとは思うんですけども、まあ、なんか機会があったら、エレキ、アコギ、そしてナイロン、まあ、ベースとかね、彼に調整してもらったら、本当にもう、楽器が生まれ変わる。もう、別次元のものになりますから、鳴りも弾き心地もとんでもないから、彼はそこまでねこだわって徹底的にやるんで、いかに安いとかね、メイドインチャイナとかね、フェンダーカスタムショップとか関係ないですから、彼にとっては徹底的にいいとこまでやってくれるんで、でその人の好み通りにねやってくれるんで、ぜひね楽器のメンテナンス調整、ピアノがね調律を定期的にやんなきゃいけないと同じで、こういう楽器も定期的にメンテナンスやることをおすすめします。はい、これで私は安心してニセコにね行くことができますという話でございました。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。もう勢いよく喋っちゃった。はい、じゃあ終わります。お疲れ様でした。また明日。